武田塾の参考書オンラインストアがついにオープン。その名も逆算 .com。 参考書ごとにレベルが書いてあります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務長の中森です。この動画をご覧の皆さんはグッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、ということで今回はですね、私の一問一答をやっていきたいと思います。私への質問がある人は下のコメント欄から質問お願いします。数三の重要事項完全習得編の到達レベルを教えてほしいです。基本的にあの本は地方国公立とかマーチレベル向けの本かなというふうに思うので、まあそれやって過去問やれば地方国公立マーチレベルなら全然戦えるかなという感じですかね。解説も詳しく使いやすい本だと思いますので、そんな感じで使ってもらえればというふうに思います。共通テストが4教科で国語英語必須で、他から2科目選択なんですが、保険として1教科多く受けるべきだと思いますか。1教科多く受けるのは割と余裕のある人だと思うし、日本史と原社で行こうと思うので、本番で失敗する可能性で今の自分の力を考えたら4教科に絞った方がいいと思うのですが、どうでしょうかということなんですけど、まあそうですね、はい、いや例えばだけど、対策するのが時間が知れててあんま点取れなさそうだなみたいな科目あるなら保険で増やすのありだと思うけど、まあ、でもその場合でも社会を2科目目を増やすとかならまだわかるけど、理系科目を増やすとかは正直あんまり選択肢としてはないかなと思うので、別に増やさなくていいんじゃないと思いますね。どうしても苦手な科目があって怖いから保険で受けていこうっていうのはなくはないんですけど、単に見合わないかなとは思いますかね。はい、高一です。質問です。夏休みにターゲット1900終わらして青ちゃん終わらそうかなと思います。文法何すればいいですか。あとこの目標は現実的ですか。いや目標現実的かどうかはどれぐらいのペースでやれるかにもよるからちょっと分かんないけど、青ちゃんが何だろう、これ 1A までなのかな、3までなのかな、 1A ってことなのかな。 1A の青ちゃん終わらせるっていう、かつターゲット1900まで、いやまあ相当やればいけるけど、ターゲットは800まででもとりあえずいいんじゃないかなと思いますけどね。一旦基礎なんでね、800までが、うん、1900だったらね。文法だったら鬼人先生のゼロから英文法をやって、その後ヴィンテージとかネクステとか、まああの辺り必殺の文法語法あたり仕上げられればいいんじゃないかなと。現実的かって言われたら、受験生とかだったら全然そのぐらいやる人はいると思うから非現実的とかは言わないけど、まあ1日とか1週間あたりのペースと到達目標にもよるかなって感じですかね。結構しんどいとは思いますけどね、まあでもできるとは思います。高校1年生から赤本は解いた方がいいんですか。解かなくてもいいかな、解くとしても共通テストかなとは思いますね。第一志望の過去問とかは解かなくていいですね。まあ、でも解かなくてもいいけど見といた方がいいかなっていうのはありますよ。うん、例えば英作文出るの出ないの、リスニング出るの出ないのとか、数学って記述なのとか、配点どんなもんなの、制限時間どんなもんなのぐらいは知っとくとね、それ以降の勉強を考えるときにだいぶその計画立てやすくはなるかなと思うので、解かなくてもいいけど見といた方がいいぐらいで、もし解きたいならやっぱりその共通テストとかね、まあ特に国公立志望だったらね、絶対受けなきゃいけない試験にはなるので、基本的にはね、だからまあ直近の目標にはしやすいんで、まずは共通テスト見て知っとくといいんじゃないかなと思いますね。偏差値55の地方国公立目指している高3文系です。共通テスト模試で数 1A に B 50点です。英語139点で国語98点、世界32、理科基礎が合わせて30ぐらいです。数学と理科基礎は苦手ですか、諦めないべきでしょうか、勉強法教えてほしいです。これは苦手というよりは単純にやってる量がまだ足りてないだけじゃないかなって気はしますけどね。共通テストじゃなければ点が取れる状況ならもちろん苦手、共通テストが苦手なだけかなとは思うんですけど、理科基礎が合わせて30とかってことは基礎的な参考書すら完璧になってないっていうのが現状だと思うんですよね。例えば初めから丁寧にとか、まあ、決めるとか面白いほどとかの理科基礎の本とかで、とりあえずもうそこに出てる問題だったら全部当たるよぐらいの状況を作るっていうところからやっていくべきかなっていうふうに思います。共通テストまで勉強が終わってないのが問題なんですよ。なのでまずここの状況だったら1科目2科目ずつでいいから、まずはそのちゃんと安定して高得点取れるように仕上げていくっていうのを、まあ文系科目理系科目それぞれやっていくといいんじゃないかなっていうところですね。でそれがそれぞれいつまでに終わるのかっていう計画を立てていくべきですね。諦めないで頑張れっていうことは簡単なんですけど、じゃあ間に合うように勉強できるのかっていったら、それは本人の努力ってことになってくるんで、まずは諦めたくないなら間に合うように計画を立てて実行してくれって話になります。それが自分で立てられないなら武田塾の受験相談に行くなり、まあ誰かね、その勉強がめっちゃできる友達とかに相談して計画書を立てるなりっていうのをやってみた方がいいんじゃないかと思います。間に合わせたい、諦めたくないならどう
したら間に合うかを考えてその通りに実行するっていうことを始めてみてください。頑張ってください。はい、といったところですかね。今回は以上です。武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。